私は同じこう女性議員でありまして、シンパシーを感じております。なかなかですね、正直申し上げて国会の中まだ女性が少ないです。女性議員として一緒に力を合わせて、これまでも少子化対策、女性政策一緒にやってまいりました。またその中でも伊藤孝恵さんは、さっきお話があったヤングケアラーですね、お家の家族の皆さんの介護をやったり、生活を支えたりしなければならない、そうした若い方がいる、そういうところはなかなかこう光が当たらないんですけれども、しっかり頑張って、来ていただいたのが伊藤孝恵さんであります。これまでですね、1人分だけじゃなくて2人分も3人分もこの6年で活躍をしてこられた方であります。これからも同じ女性議員として女性の視点を大事に、また生活者の目線を大切に、一緒に力を合わせていろんな課題を乗り越えていきたいと思っています。より一層のご支援、伊藤孝恵候補にいただけますようにお願いを申し上げたいと思います。